ご覧のテレビはホノルルの KICU キクテレビです。Pathways of Civilization is sponsored by Foremost Dairy Hawaii, Shirokia, Yorokobi no Sake Shochiku Bank, City Bank, RNC Hawaii Tours, Kyoya Company Kokusai Kogyo, and Fuji Photo Film Hawaii. 古い伝統と美しい森、そして多くの世界史上の巨人を生み出した国、ドイツ。中でも傑出した大物の一人、文豪ゲーテ。そんなゲーテがこよなく愛した一本の道があります。生誕の地フランクフルトから発し、最高傑作ファウストを書き上げたワイマールを経て、学生時代を過ごしたライプツィヒに至る412キロの道、かつては中部ヨーロッパを貫く一大交易路だったこの道は、今ゲーテ街道と呼ばれ、世界中のゲーテファンが詣でる聖なる道になっています。ゲーテを主題にして、ゲーテの道、これはまさにフランクフルト、ここを起点にして東へ行く道です。東西ドイツをこうやって自由に旅ができるようになったっていうことが、そのこと自体がやっぱり冷戦が終わって東西の壁がその崩壊したことの恩恵だな、本当に素晴らしいと思います。僕にとってはまさに東西を渡る旅はこれが初めてです。この東と西を結ぶ道を旅してみたいと思います。ゲーテ街道の起点フランクフルトは、古い町並みと超高層ビルが共存する町、ドイツ経済の首都とも呼ばれる近代都市です。1749年ゲーテはこの町に生まれました。彼が生まれ育った家はゲーテハウスとして保存されています。これがあれですね、法律家だった父親のいわばギャラリーですかね。父親は枢密院の顧問という位の高い役人、母親はフランクフルト市長の娘。ゲーテは市内でも有数の恵まれた家庭で育ちました。このギャラリーに一つだけこの絵を見つけました。これがおそらくゲーテの妹のコーネリアだったんだろうということですけど、ゲーテの少年時代一番の仲良しは妹のコルネリアでした。人形劇の舞台ですね、まさにもちろん兄弟でこういうのを見て楽しんだのもあるんでしょうし、ゲーテは自分で幼くして戯曲を書いて、で自分でこの人形劇を演じた。ゲーテの文学的才能はこの人形劇遊びから目覚めていったのかもしれません。この机がゲーテが若きウェルテルの悩みを書いた机そのものです。もう生々しいけどインクのシミがいっぱいついています。25歳、まさに天才だったんですね。当時のヨーロッパを一世風靡した一冊の、小説、若きウェルテルの悩み、それをここでこう書いたっていうことなんですね。この有名ですね、写真のなかった当時、人々はこのような切り絵で大切な人の肖像画を残しました。ゲーテが見つめているこの切り絵の女性こそ、若きウェルテルの悩みでウェルテルが恋焦がれた女性ロッテのモデルとなったシャルロッテ・ブッフのもの。彼女は一体どんな女性だったのでしょう。ここベツラールは
フランクフルトから北東へおよそ60キロの場所にある閑静な町。ゲーテは23歳の時、裁判官になるための修行でこの町にやってきました。そして親友の婚約者シャルロッテに会い恋をしてしまうのです。シャルロッテが住んでいた家の前の通りは今ロッテ通りと呼ばれています。ゲーテはシャルロッテに会うためにこの坂道を登ったはずです。そしてここがシャルロッテの家、ロッテハウス。入ってすぐに今こう絵を見てるんですけど、ゲーテがいてロッテがいて、でロッテってのはとってもあの兄弟思いというか、下の兄弟が全部で16人いたんですね。とっても美しくて片方では海外しい働き者だった、けなげな女性だったっていうことが書いてありますけど、まさにこのシーンのように一回見てすっかり惚れ込んでしまったのかな。しかしシャルロッテは親友であるケストナーの婚約者。ゲーテは深い苦しみを味わいます。その苦悩を描いた小説が若きウェルテルの悩みなのです。ロッテ本人からは結局は、恋する人という呼ばれ方は結局できなかったんでしょう。でケストナーとロッテがその恋人同士というか婚約者同士で仲良く暮らす様をいつもそばにいながら、おそらくはこう実らぬ恋の悲しさを抱きながらここを訪ねては虚しい思いで家へ帰る、そんな毎日だったんでしょうかね。恋多き天才ゲーテはこの後も恋愛遍歴を重ね、その体験を作品に実らせていきます。ここはフランクフルトから102キロのフルダ。アウトバーンで来ちゃうとフランクフルトからもう2時間ぐらいで来るわけですけど、ゲーテの時代にはまさにあの旅の1泊目がここで宿を取るっていう街だったんですね。ゲーテは人生で2000回近く旅をしてる、本当に旅人だったんだろうと思いますが、当時はまさにこの馬車があの旅の道具だったわけですから、もうこの環境の中で僕自身すっかり今ゲーテ気分ですね。ゲーテが旅に出るときは必ず宿を取ったというお気に入りの町フルダ。数多くの教会と由緒正しい建築物に彩られた美しい景観が広がっています。特に18世紀のバロック時代の壮麗な建築が集まるこの一角はバロック地区と呼ばれ、大聖堂や宮殿、オランジェリーと呼ばれる多目的ホールなどが完璧ともいえる調和を見せています。ゲーテも歩いた街の中心部を散策する小倉さん。この酒場ヴィーゼンミューレにもゲーテの足跡が残っていました。旅好きだったゲーテがあのこの町に立ち寄る都度、なんかこの酒場によって、まあゲーテにすれば一般大衆という方気になるんでしょう、そういう人たちと接触して旅をくつろぎ旅を楽しみ、そのまさにゲーテが育ったかもしれない同じ場所へ来て今今日はビールを楽しむ、こういう時代です。僕にもビールが好き。はい、どうもありがとう。Wir schon zum Wohl. Ja, mal. Ein Anzünder, oder Deutsch, oder? Los. Los. Zum Wohl, Herr Kurt. Ah, おいしい。この店のご自慢は、ゲーテもお気に入りだった自家製ビール。店内にはこの大きな瓶がたくさんあります。一体何に使うのかというと、ビールを入れて、実はこれお持ち帰り用のボトル。
飲み終わったらまた詰め替えてくれるというわけ。フルダから次の町アイゼナハまで鉄道を使うことにしました。ゲーテ街道はいよいよ旧東ドイツ地区に入ります。思い出すと19歳の時に初めてドイツへ来て、どうしても東ドイツへ一回行きたい。でも結局いろいろ手立て考えたけど行けなくて、飛行機でベルリンに飛んで、ほんのちょっとだけ東ベルリンを覗いたっていうのが僕の東ドイツ体験唯一ですね。こうやって本当に自由に東に行けるようになったっていうのが、なんか20年ほど前考えると嘘みたい。歴史っていうのはとんでもない大きな変革が思わぬ時に来るんだなっていう、まあ今度の場合それは嬉しい変革だったけど。乗り合わせた乗客に旧東西ドイツ国境の位置を聞いてみました。この小さな川が旧東西ドイツ国境、元の東ドイツ側に住んでいる人に当時のことを聞いてみました。Als ich das erste Mal gleich am ersten Tag, als wir rüberfahren konnten in Thüringen, hier nach Herleshausen gefahren bin, da war das eine ganz rührende Sache. Da waren an der Grenze, dort wo der Bundesgrenzschutz seine Station hatte, da standen die Leute mit Kaffee und sie grüßten und jubelten und waren also hoch erfreut, dass wir nun zueinander konnten. 国境監視用のサーチライトの支柱が転がっていました。統一後にやっと作られた小さな橋、文字通りドイツ国民の心をつなぐ架け橋です。列車で旧国境を越えた小倉さん、念願の旧東ドイツ地区に足を踏み入れます。東ドイツに、もう東ドイツとも言えないんだろうけど、僕としては初体験の第一歩、アイゼナハです。壁が崩壊して7年半、今も町は質素な雰囲気。町外れの丘を登ると、素晴らしいです。本当に来てよかったと思います。18世紀のゲーテもこれを見て感動したんでしょうね。何枚かのスケッチをこのお城に関しては残してます。まさにこの風景のスケッチも残ってますね。ゲーテはバルトブルク城からの眺めに感激し、創作活動に強いインスピレーションを与えられたと言われています。世紀に建てられたバルトブルク城はドイツの歴史と文化を象徴する建物です。宗教改革を起こしたマルティン・ルターはこの城で新約聖書をドイツ語に翻訳し、作曲家ワグナーは歌劇タンホイザーの中にこの城を登場させ、リストはこの部屋で音楽会を開きました。お城を囲むチューリンゲンの森はゲーテの愛した散歩コース。そしてこの町は音楽の父バッハの生誕の地でもあります。バッハが生まれた家には彼の業績や当時の楽器が展示されています。これは舞踏会で踊りながら演奏するためのバイオリン。この楽器は、何という楽器ですか？ Das ist ein Spinett. Ein Spinett ist ein Instrument, das so ähnlich ist wie ein Cembalo.
Die Saiten werden durch eine Rabenfeder angerissen. バロック音楽協会の会長自らが演奏。こちらは昔の珍しいパイプオルガン。このゲーテ街道を歩くと、なんて言うんだろう、僕たちが歴史の中で覚えたあの偉大な名前がその足跡をゾロ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 こう見せている、そんな感じがしてきます。ゲーテ街道の旅はさらに東へと続いていきます。ゲーテ街道をたどり、次の町エアフルトへ。エアフルトへ着いたら、あの突然の雪です。歓迎してくれてると理解したいと思います。ここはあのキングスロードっていうんですかね、王様の道、交通の要衝にあったエアフルトです。あの必ずこの道を通って町へみんな着いたってことでしょうか。実はここは橋の上なんですね。このクレーマー橋は中世の頃から中央ヨーロッパの交易を支えてきました。ゲーテも必ずこの道を通ってエアフルトの町で、一休みしたと、こういうことでしょうか。エアフルトはギルドによって発展した町です。ギルドとは中世に組織された商人と職人の組合のこと。それぞれの商人があのここで大変お金を稼いで豪邸を建てて、そういう建築にも競ったんでしょうか。贅を尽くしてる感じが、特に屋根のあたりそれぞれとっても特徴的で面白いです。ロココ、ルネッサンス、ネオゴシックなど各時代の建築が軒を連ねているのが特徴。この町の大聖堂、ここにもゲーテの足跡が残っています。19世紀初め、かのナポレオンがここで盛大な誕生日パーティーを開き、ゲーテも駆けつけたのです。ナポレオンとゲーテはお互いに尊敬し合っていました。ナポレオンにはゲーテはあのとてつもない政治家支配者としての期待を寄せたようですね。それ以降、その自分が尊敬する皇帝としてナポレオンをずっとその愛したようですから。ナポレオンも若きウェルテルの悩みを7回読むほどのゲーテファンでした。さて、小倉さんはエアフルトの人々の暮らしを見せてもらうことにしました。この町には古くから続く職業の人が数多く住んでいます。この日もそんな職業を持つ人たちに出会いました。変わった服装ですが、どんな職業なんでしょうか。この人たちは煙突掃除職人でした。Geselle und Meister dürfen Zylinder tragen, Lehrlinge noch nicht. And could you ask them to show how they are working? Und nun würde er sich freuen, right now, zu sehen, wie sie arbeiten. Ja, gern geschehen. Thank you.快く OK してくれました。早速煙突を目指して登っていきます。4階建ての建物の一番上は屋根裏部屋。こんな小さな窓から外へ。小倉さんも外に出ようとしたんですが。Do you think I can go up there? No, it's too risky. I think. 屋根はこんな急勾配。
小倉さんは下から見物です。煙突掃除職人の世界には今でも中世以来の徒弟制度が残っています。弟子の間は各地を旅しながら腕を磨かなければなりません。ドイツでは大工さんにも同様の徒弟制度が残っています。煙突のすす払いはこれで終了。作業が終わるとみんな地下室に降りていきます。灰がみんなね、すすがここへ降りてくるから。Langsam, schön langsam. Don't they need to mask the mouse? Haben Sie keinen Schutzmund? Nein, doch, hier, Damenschutz ist auch unser Mund durch. Hier. Yes. Ah, I understand. And I've heard that when the people touch them, it's some happiness comes through.Yes. Right? So I have to shake hands with him. I see. Thank you. Don't mind. Thank you. I have to. 旅がとっても幸せになりますように。幸運を這いで。どうもありがとうございます。Thank you. とても気さくな職人さんたち。職人仕事への誇りはドイツの伝統なのです。ところで小倉さんは旧東ドイツ地区に来て気になったものがありました。それを見せてもらいにやってきたのがこちらのお宅。 Hey, my name is Keio. Nice. Hello. Hello. 気になっていたのはこの車。統一前まで東ドイツ国民の足として活躍したトラバント。I've heard this is made by Anja. Paper, right? Das hergestellt war 1970 bis 80 Paper. Jetzt Plaster. So my next stop should be the Weimar, and I will ask him to give me the ride.To Weimar. This is no problem. Really? Yeah. That's wonderful. かわいいトラバントでドライブに出発。いや、びっくりしました。この音を聞いてください。まさに、これは東ドイツの皆さんの苦心の賜物だし、いまだに東ドイツの皆さんはこれを誇りに思ってる車です。僕自身としてはちょっともう遊園気分ですけど、本当にこれでワイマールまでたどり着けるのか心配になってきましたけど。エアフルトからワイマールまではおよそ22キロ。小倉さんはワイマールに入る前に車を降り歩いてみることにしました。エアフルトの人々の温かな親切に感謝していざワイマールへ。ワイマールまではあとほんの少しです。現代のアウトバーンを離れて古い道を歩いてみたくなりました。きっとこんな道だったろうと思うし、ひょっとしたら本当にこれが本物のゲーテ街道かもしれません。ゲーテがこよなく愛した道、ゲーテ街道。フランクフルトを出発してからここまででおよそ290キロ。ゲーテの時代、歴史上の偉人たちがこの道を往来し影響を与え合いながら世界を変えていきました。まさにこの道から世界は変わっていったのです。道にロマンあり、ロマンにレシピあり。今週ご紹介したのは文豪ゲーテがこよなく愛したドイツの道、ゲーテ街道。ゲーテ街道の出発点フランクフルトへは東京、大阪、名古屋より12時間弱のフライトです。ゲーテ生誕の家ゲーテハウス、文豪ゲーテに関する貴重な資料が閲覧可能。
文豪の愛した酒場ヴィーゼンミューレ、ゲーテ御用達のビールが楽しめます。ご覧のテレビはホノルルの敬愛声優キクテレビです。 Pathways of Civilization is sponsored by Foremost Dairy Hawaii、 シロキア、喜びの酒松竹梅、シティバンク、 RNC Hawaii Tours、 京谷カンパニー国際興業、 and Fuji Photo Film Hawaii。美しい森と古い伝統を誇り、質実剛健な文化と数多くの歴史的偉人を生み出した国ドイツ、世界の文学に圧倒的な影響を与えた文豪ゲーテもその一人。ゲーテ街道はそんなゲーテがこよなく愛した道です。旅人は小倉圭さん。スタートはフランクフルトでした。ここはゲーテの生まれ育った家。傑作若きウェルテルの悩みを書いた机もあります。ゲーテの肖像が見つめているのは彼が恋をした女性の切り絵。彼女が若きウェルテルの悩みのヒロインです。ゲーテ街道を東に向かいフルダへ。フルダは教会の多いバロック建築の街です。ゲーテが常宿にしていたホテルが今も営業していました。次の街までは列車で移動。旧東西ドイツの国境を越えます。旧東ドイツ地区の最初の街アイゼナハ。郊外にはゲーテの愛したバルトブルク城がそびえ、周囲には散歩道だったチューリンゲンの森が広がっています。ゲーテ街道をさらに東へ。エアフルトでは季節外れの雪が小倉さんを迎えました。この町でゲーテはナポレオンと会見しました。ナポレオンはゲーテの大ファンだったのです。そしていよいよ旅は後半、ワイマールへ。ゲーテは26歳でワイマールへカール・アウグスト公に招かれてこう移り住むわけですね。でまさかゲーテもそれからワイマールに何十年も住むとは思ってなかったかもしれません。確かに名誉ある招聘を受けて、ワイマールで位に就くんだけど、実はこの移動にもその女性が絡んでましたですね。リリー・シェヌマンという女性でした。なんか4月に婚約して夏はスイスに2人で遊びに行ったのに9月になったらその婚約を解消しちゃった、そんな事件が実はありました。でその恋を断ち切るようにこのワイマールに招かれるままに来たということだと思います。今週も恋多き天才ゲーテの足跡をたどります。馬車は石畳の道をワイマールの市街地へ。政治家でもあったゲーテが整備した道です。そしてこの市宮殿が政治家としてのゲーテの仕事場でした。ゲーテをこの町に招き政治家として登用したアウグスト公、彼も若きウェルテルの悩みの熱心な愛読者でした。ワイマールに来てほぼ10年間政治の世界でどんどん位を上り詰めていって、全ての権力がゲーテに集まっちゃうぐらい
この国の行政を仕切ってたゲーテです。しかし11年2年するぐらいにどうやらその政治の世界が思うようにいかないっていうところへゲーテは行き着いちゃったのかもしれません。そこから脱出するようにイタリア旅行にしばらく向かいます。その時またアウグスト公に手紙を書いてるんですね。自分は文化行政がやりたい、そんな手紙を書いてます。すなわちある意味でゲーテは政治の世界に希望をどっかで失って、やっぱり自分はその文学という世界で自分の力を発揮するんだ、それがその10年経ってイタリア旅行をした時のゲーテの決意だったんだろうと思います。あらゆる分野で大きな実績を残したゲーテ、彼はまた数多くの恋もしました。ワイマールでは生涯最大といわれる恋愛を体験しています。その相手がここコッホベルク城の主の妻、シャルロッテ・フォンシュタインでした。相手は夫のある女性、またもや実らぬ恋です。しかしゲーテは10年間にわたって1780通もの手紙を書きました。ほぼ2日に1通ずつ出し続けたことになります。ゲーテがシュタイン夫人に送った詩にメロディーがついています。小倉さんはこの譜面をコピーしてもらいました。その不思議なことにゲーテが夫人に出した手紙は残っているのに、何かの理由があったんでしょう。その夫人がゲーテに出した方の手紙はもう全部焼かれているということなんですね。ゲーテがどう思ってたかじゃなくて、シャルロッテがゲーテをどう思ってたか、知りたいという気もします。どっかにゲーテは晩年二人の人物を生涯尊敬し続けたと語っています。その一人が文学の大先輩シェイクスピアであり、もう一人がシュタイン夫人だったのです。ワイマールにはゲーテに関する資料が数多く残っています。ここはアンナ・マリア公爵夫人図書室。図書室の名前になっているアンナ・マリアはアウグスト公の母君。ここでは芸術を愛した彼女が世界中から集めた85万冊に及ぶ書物を一般に公開しています。もちろんワイマールを代表する文化人だったゲーテの資料は充実、貴重な初版本もここでなら触れることができます。でもシュタイン夫人からの手紙はありませんでした。続いて訪れたのは紫宮殿の中にあるフォトライブラリー。貴重な文献が写真の形で保管されています。ゲーテの手紙もかなりの数がありました。これがゲーテの手紙、書いた手紙ですね。これがみんなそうです。あ、この裏側にあるのがゲーテの実際の文字ですね。シュタイン夫人からゲーテに送られた手紙もあるかもしれないと会員の方も熱心に探してくださったのですが、やはり見つかりません。Leider nicht in unserem Fotoarchiv. Da möchte ich Sie bitten, ins Goethe- und Schiller-Archiv zu gehen. どうもありがとう。Thank you very much. 早速、ゲーテ・シラー古文書館へ。これで主だった資料館のほとんどを回ったことになります。ここ、ゲーテ・シラー古文書館にある資料はマイクロフィルム。すべてが体系的に整理され、検索も簡単。シュタイン夫人の書いた文章が残っているようです。1776年8月、ゲーテから送られた手紙の裏に彼女が何か書き留めたらしいのです。その手紙を探してみることにしました。
日付とゲーテのサインを頼りにフィルムを見ていくと、あ、これですね。間違いない。これです。手紙の裏側に確かに違う筆跡があります。貴重なシュタイン夫人からゲーテへのメッセージ。罪というにはあまりに愛しいこの思い、償うべきなのか自分ではわからない。責められるべきなら運命に従おう。ようやっと探してたシュタイン夫人のたった一つ残った文章が見つかりました。文章を読むと、シュタイン夫人というのはゲーテをやっぱりとっても愛しく思ってたし、その愛しく思ってた自分の思いそのものがとっても貴重なもんだっていうことが短い文章から分かります。小倉さん、町に繰り出してみました。視聴者前はマルクト広場、ここがワイマール市の中心です。いろいろな屋台でにぎわっていますが、一番人気はこちら、チューリンゲンソーセージのお店。チューリンゲンソーセージは炭火で焼くのがポイント。ワイマールっ子たちはケチャップとマスタードをたっぷりとかけ、美味しそうにかぶりつきます。あれ、視聴者の鐘が鳴ってます。ちょうど正午の鐘ですね。野原ですね。この野原はゲーテの詩にメロディーをつけた曲。視聴者の時計台では35個のマイセン焼きのベルがその美しい旋律を奏でているのです。このベルの設置に力を注いだ市役所のカムラーさん。戦争中倉庫に放置されていたものを戦後になって発見し、市民の協力のもとに修復しました。Also ich finde, in der schwierigen Zeit können Sie mit den Glocken eigentlich die Seele der Weimarer streicheln. Und eigentlich nicht nur, es ist eigentlich nicht nur für die Seele der Weimarer gedacht, sondern auch das Glockenspiel betrachte ich als Botschafter eigentlich.Weimar wird mit diesem Glockenspiel eigentlich in der ganzen Welt. Citizens' cooperation has been installed 35 bells. This bell has played the role of supporting the citizens. The spirit of the bell that wrote the bell is still alive in the hearts of the people of Weimar.偉大なる精神は時を超えて人の心を癒すことができるようです。シューベルトと並ぶ音楽家リストの名を冠した音楽学校。小倉さんはここであのシュタイン夫人の楽譜を演奏してもらうことにしました。The lyrics written by Goethe. Ah, interesting. In Kochberg. Kochberg. Yeah. Ah, yeah, yeah. I see. And interesting. There are. Oh, yeah. So I really want to listen. シュタイン・フーフェルさんも初めて見る楽譜です。果たしてどんなメロディーが流れ出すのでしょうか。It is the same. I mean, the same. Yeah, yeah. ゲーテの熱い思いとともにこの曲を何度も聴き返したのかもしれません。このメロディーがつけられたのと同じ詩にあのシューベルトも曲をつけていると先生が教えてくれました。こちらがシューベルトバージョン。Thank you.
たゲーテの詩。その詩は美しいメロディーを得て今も輝き続けています。視聴者の近くのゲーテハウスはゲーテが後半生を過ごした家。市民に公開されています。門を入って入り口に続く階段を上っていくと、床にサルベという文字、ラテン語でようこそといった意味です。大衆を愛し自由を愛したゲーテは市民を気軽にこの部屋に入れ歓迎しました。これは彼がイタリア旅行中に集めた絵画。ゲーテの最高傑作といわれるファウストはこちらの書斎で完成されました。時計はゲーテが亡くなった165年前の時刻のまま止まっています。ゲーテは生涯を通じて大衆を愛し続けました。ゲーテはやっぱり旧貴族たちのなんていうか上品ぶったその高慢さに非常に嫌気がさしたし、そこからの中傷も受けたんでしょう。しかしカール・アウグスト・ポーはそんなことを構いなしにゲーテを贔屓にしたんですね。ゲーテの活躍はアウグスト公の理解があったからこそ。そしてもう一人の彼の理解者が生涯でただ一人の妻となったクリスティアーネ・ブルピウスでした。ゲーテと身分が違ったため中傷も受けましたが、ゲーテは優しい手紙で励ましています。まあ、ゲーテにとって人生唯一の妻です。で、通算すれば30年一緒に愛し合ったわけですから、ゲーテはどう思ってたかは別として、ゲーテのその心の中にある意味では一番重かった女性はやっぱりこのクリスティアーネ・ブルピウスだったんだろうと僕は思っています。ここは国立劇場に通じるワイマールのメインストリート。オペラハウスの前にはゲーテとその親友シラーの像が仲良く立っています。ゲーテとシラーは文学者としてお互いに刺激を与え合い、共に多くの傑作を残しました。シラーが住んだ家シラーハウスも市民の財産として大切に保存されています。ウィリアム・テリや歓喜の歌の作者シラーはゲーテに会いたくてワイマールに引っ越したほどの大親友。当時この書斎の窓からはゲーテの家が見えたといいます。ワイマールからゲーテ街道を東へ、大学都市イエナに着きます。イエナ大学は18世紀から19世紀にかけて世界中の名だたる学者が集まった場所。ゲーテやシラーももちろんここで研究しました。植物園にはゲーテの植えたイチョウの木がありました。大木になっています。ゲーテはいろんなことに興味を持ったようで、これをしげしげと見て、これはその2枚の葉っぱが1枚になったのか、1枚の葉っぱが2枚に分かれようとしてるのかっていうのを真剣に、研究したようです。彼の学術研究の成果を展示したゲーテ記念館、自ら採集した植物標本、植物に関する論文、さらに人体の骨の構造まで研究しています。さて、再びゲーテ街道を東へ。次の町は最終地点のダイプツヒ。その途中でちょっと寄り道をしました。丘の上にそびえる美しいドルンブルク城はゲーテがたびたび訪れ、代表作の一つであるエグモントを執筆した場所。
眼下を見下ろすとその水と緑とそれからとっても可愛らしい柳が本当によく言うけど絵のようですね。とってもいいところだなと思います。僕もこういうところに人をですね一月でもいさせてもらったらエグモントは描けないけどアルバム1枚分の詩ぐらいはできるんじゃないかなと思います。芸術家を刺激する美しい風景、ついに旅の最終地点にたどり着きました。建築中のビルが目立つライプツィヒ、東西ドイツ統一以降大きく変わろうとしている街です。そしてここには若き日のゲーテが通ったライプツィヒ大学があります。学生時代のゲーテを描いた銅像、なんとその台座にはこの街で彼が恋に落ちた女性の肖像が彫られています。こちらはゲーテが通った居酒屋、店の前にはファウストのワンシーンを再現した銅像が飾られています。この像は足がピカピカ、触った人は再びここに来られると言われているからです。アウアーバッハスケラーはワイン倉庫を改造して作られたお店、店内もファウストの場面でいっぱいです。そう、青春のゲーテはあれですね、学生仲間を誘いここに来てビールを大いに飲んで大いに語ったんでしょう、騒ぎもしたんでしょう。恋にも酔いしれてたゲーテですから、まあここで友人にその恋の悩みを打ち明けて泣き崩れたりもしたかもしれません。この天井に若き日のゲーテの声が響いていたはずです。ライプツィヒ郊外にはゲーテの翻訳もした森鴎外が滞在した古いお城も残っていました。今回はゲーテ街道、まあ、ゲーテをスタルテーマにしていろいろ訪ねました。政治家としてのゲーテもありましたし、恋大きい男としてのゲーテもありました。いろんなことを感じました。例えばゲーテが生涯のテーマにした自由という言葉ですけど、我々にとって自由って何だろう、そんなことを僕自身の、まあ、テーマにしてみたいな、そんな気になりました。まだまだ見つけてない場所がたくさんあります。また違う時に来たらまた違う新しいテーマを僕はもらえるんだろう、そんなふうに思ってます。ゲーテ街道、それは世界を代表する文豪であり科学者であり名政治家でもあった一人の大天才が愛した道、しかしその道はまた一人の男が実らない恋の悩みを抱えながらさまよった道でもありました。ゲーテという天才は偉大な才能も情けない失恋も何一つ隠さず、ただ比類なき力強い足取りで自らの道を歩み世界を変えていったのです。ゲーテがついに歩みを止め永遠の眠りについたのは82歳の春でした。最後の言葉はもっと光を、その遺体は今ワイマールの墓所に安置されています。生涯の親友シラーと共に。道にロマンあり、ロマンにレシピあり。今回ご紹介したのはドイツを東西に横切るゲーテ街道。ドイツといえばソーセージ、中でもおすすめはワイマールマルクト広場のチューリンゲンソーセージ。炭火の焼きたては格別の味。イエナからライプチヒに向かう途中で見つけたドルンブルク城、まるで
絵に描いたような美しい景観を楽しめます。ゲーテ街道の出発点フランクフルトへは東京、大阪、名古屋より12時間弱のフライトです。Place of Civilization is sponsored by Foremost Dairy Hawaii Shirokia 喜びの酒松竹梅 City Bank RNC Hawaii Tours 京屋 Company 国際工業 and Fuji Photo Film Hawaii。